あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。飛行士もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。怖くなんかないぞ。人を追ってこない飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。頼んだよ。了解だ。できた。Thank you.
やれるんだ。早すぎる。
違うぞ。貴公子じゃない。奴には知性がある。まずいよ。どうしよう。僕も死ぬ。殺される。さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う。あいつは巨人の体をまとった人間だ。時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。
存在を本体に知らせないと。だが巨人ガチャだ。伝令班が襲われている。助けると。僕にも倒せた。負けるもんか。まだだ。負けるもんか。右翼は巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。やったぞ。奴が探しているのを切っていた。エレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。まだだ。考えてない男のはずだ。まただ。誰のものとも知れない骨の燃やかすにがっかりされたくないだけだ。なんかないぞ。
これ以上の侵入を許すな。ごめん、もらっていく。奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画しに行ったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ、中央後方とかにいるはずだ。逆に出た。敵だ。なぜ陣がこんなに。あっちの班にも奴のことを伝えねえと。
本当にジャンク。俺の知る情は自分のことしか考えてない男のはずだ。ただ誰のものとも知らない骨の燃えかすにがっかりされたくないだけだ。今ならやれるはずだ。足止めするんだ。奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全のところ中央後方とかにいるはずだ。
自分のことしか考えてない男のはずだ。あっただ誰のものとも知れない骨を燃やかすに格下視されたくないだけだ。できた。巨人が出現しました。何とかしないと陣形が壊滅します。そんな奴が。分かった、先回りして罠で足止めする。
奴が探しているのもきっと。だろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ、中央後方とかにいるはずだ。できんな。自分のことしか考えてない男のはずだ。あんただ。誰のものとも知れない骨の燃えかすに、がっかりされたくないだけだ。やったぞ！できた！やったぞ！
奴ら探しているのか。エレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。これもらっていく。足止めするんだ。何なのこいつ。
以上の侵入を許すな。
奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。やったぞ。仕留めるなんて考えなくて、できる限り足止めするんだ。お前本当にジャンクか。俺の知るジャンは自分のことしか考えてない男のはずだ。ただ誰のものとも知れない花の燃やかすに感化しされたくないだけだ。
前通り。奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。中央後方とかにいるはずだ。考えなくてできる限り足止めするんだ。
十分だ。急いでこいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ってないはずだ。